結構渋い声優チームはやっぱ波があるでオーディション受けるビビりますわ、こんな授業してたのかって講師とかもう見てるんじゃん、絶対見てるけどパスラボが演奏したりだからいやいやそう関先生とのコラボされてるあの野郎みたいな感じで関先生あれは僕らのこと始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、はい、スペシャルゲストとしてうわあ集団がやってきましたねパスラボですイエーイハーベアさあ、やってまいりましたね。いやもうすごい集団、いや、来たかったっすよ、ここに。あまさか来れるとは。ただよりのスタジオにすごい立派なスタジオ、ね、そうなんですよ、うさちゃん、あいみょん、わっかない、これ何決まったんで、あいみょん、そう、あいみょん、女性側じゃあいみょんとね、僕は C ですか、ね、そして謎の舞台くまたんです、くまたんですあ、それよくコメント欄で書かれてます。黒ちゃんみたいです。あ、じゃあざっくり皆さん紹介してください。はい、まず僕が、パスラボの、まあ、宇佐美すばるですね、まあ、一応リーダーをやってます。で、金井がですね、早稲田商学部でお笑い担当みたいな、ああ、そうですね、にぎやかになればいいなと思って、めちゃめちゃ寡黙だったけどね、入ってくる一切喋らなかったオンオフがしっかりしてるよく言えばね、うん、アイダマンがアイスアイミョンがアイミョンが僕が今、東大の教育学部3年生で、歌う担当ですね、うん、そうだったんだアイミョンで、パンダがあ僕はクマタンです、二郎一点落ち東大、そうなんですよ、彼がめちゃめちゃ人生がコンテンツビデオになってて、二郎で東大一点落ちしてる、そのエピソードだけ一生飯食ってそれで食ってきます、それで顔は出せないと、うん、一生コンテンツなんで出しちゃいけない理由はだってここ入ってきた時森哲さんも分かったんじゃないですかその時は食べてすごいこと、うん、いや電車の中もこれだって聞いたけどそんなパスラボン最近は活動を再開して、そうですね、僕が休んでる間にタダヨビさんがそうブワーンって言えないわけじゃないですか、僕情報を喋っちゃいけないから、タダヨビのなんで休むのここでって思うラッキーと思わないラッキーじゃなくて、あ、そうそうそう、なんで6時半になったんだろうと、あーなるほどなるほど、いやぶっちゃけ鈴木貫太郎さんなら勝てるかないやそんな時間超えるのは鈴木貫太郎さんにはいけるそれはやっぱりいや実は本当のことを言うとなんか LINE とかで最初にやるときにアンケートを取ったんですよ、はいはい、したら7時がいいですか6時がいいですか6時半でたまたま6時半が多かった、これは本当なんですけど、ジョカナイは世間的には鈴木貫太郎さんなら勝てると実際に今勝ってます実際にいいですね、嫌いじゃないんですよ、やめて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 タダヨビさんが多分6時あ、そうです、6時ぴったり、それはなんでだ、逆に僕もあ、これもでも生放送でこう喋って何時がいいですかって言ってきたのが多かったのが6時まさか本当かなちょっとそんな6時6時ってなりますそれでちょっと見れば残ってるし生配信まあ、あとはだから夜は僕はいっぱい出てるじゃないですかチャンネル、だから夜には出したくないなって思ってて、チンチンだって何チャンネル出るんだっていう時とかあるよ、すごいっすよね個人的にどっちがアイデンティティあるんですか、夜と夜と夜とタダヨビって比較対象が武田塾ですね、ああ武田塾、めちゃめちゃ武田塾はでも別人格、別人格、僕的にはワンピースチャンネルが好きだったんですけど全く伸びなかった、英語でワンピース、そうそう、英語でそれが好きだった、応援していたの、ワンピースここ3人好きなの、これなんかこの表現なんて言うんだろうって言って見てましたよ、いやいや絶対嘘それは嘘、英語でワンピースをやめて森哲3チャンネルにした、そうそうそう、うん、パスワードが炎上したりだからいやいやもう、そう、いいよ、あれで本当にあれで収益化みたいな、本当にそうです、あの収益は収益化になってる、あれさ、タイミングすごすぎるなと思ってチャンネル変えた時にそうですね、しかももう炎上して1万再生とか一気に来ましたもん、森田さんチャンネル、でもほらね、どっちも知り合いだし、そうですね、どっちの方も持つことできないと思ったから、でも匠さんもいや、あれ良かったです、いや、本当にあの森田先生ありがたかったっす、なんかやっぱり僕があれは何も言えないと言いますから、で、関先生もまあ、まあやっぱりこうよし、今のとこハイライトずれすぎる、ちなみに僕ちょっと一番聞きたかったんですけど、はい、関先生とコラボされたんです、新潟で、あ、しました、しました、あれで多分ダイジェストにそれこそなんかあの野郎みたいな感じで関先生が言ってて、はい、あれは僕らのこと、僕らのこと
ことなの？違う違う違う。あ、そうですか。やらんの僕の方が震えるんだ。全然いない。全然違う。ずーっとやって、あれって全然震えるって。ああ、それ全然違う。あ、全く違うところ。触れてたんだけどカットした。触れてるとこはカットした。あやっぱ触れてるとこはあった。触れてるとこ。じゃあそこでちゃんと僕はすごいんですよ。僕はすごいんですよ。向こうからしたら。でも答え言ってなかった。これ結構裏話なんですけど、はい、僕たちは今後今出版をしようみたいな感じで、それこそミーティングしてもうすぐ出そうなんです、はいはい、で今構成とかをしてるんですけど、はいはい、英語のところでその関先生の参考書とかぶりがないとすごい重点チームですごいね、これ今大変な作業なんですよ。いやあすよそのせいで伸びたんですよ出版の方じゃあ関先生、いやもう OK ですよって言ってるんですけど、うん、多分その視聴者というか、やっぱり関先生一時代を築いてるから、うん、まあ、ただ海だって当然最初の頃はもう関先生はこうだっていうコメントばっかりでしたから、うん、で関先生はこう言ってるとか、うん、そういうのばっかりで、で、まあ、別に僕は3チャンネルで出しましたけど、おすげえ関先生すげえ時代変わったなと見ました、すげえみたいな。あれはだって昔は逆の立場でしたから関先生が、うん、関先生がいろんな人たちから批判されるっていう、あの伊藤和夫先生とか、伊藤和夫先生はもう昔のもうレジェンドです、関先生が出た時っていうのがめちゃくちゃに書かれてめちゃくちゃに批判されてた顔だったから、そうだね、それが変わるっていうのはすごいびっくりしました。それがすごい来た時にコメントがわすごい、いつの間にか変わってたんだな時代って、あ今逆になってそっちがスタンダードになってる部分があるんだなと思って、やめよ、やめて、今のはマジでカットするここまだ、まあ、見てわかると思う。やっぱよく高校したみんな尖ってますよね。本当にうわーみたいな。本当にもうなんか体全体剣山みたいなやつばっかり。本当になんか笑顔で殴り合ってるって。本当にそんな感じです。どうやって蹴落とすかっていう。もう本当にじゃあ予備校講師のもう間の今とかネット上に上がってる昔の予備校講師の映像とか見るとビビりますわ、こんな授業してたのかっていう、叩いたりしてマジかと思って、こんなのが大きいだったんだと思って、時代変わりましたよ。出版っていろんな予備校講師の教え方みたいな、あ、いえいえいえこの予備校講師はダメだみたいなパスラボのフィギュアをね、お伝えするみたいな感じ。いやけどパスラボは本当にまあ勉強法みたいなところからまあスタートなんですけど、僕が書いたものは3年前ぐらいに出版してました。今回は僕もそうなんですけど、パスラボのメンバーでいろいろみんなで書いたと、勉強法を書いた、あ、そうです、勉強法もそうですし、まああとは結構彼がコンテンツがすごいんで、二浪で東大行って落ちしましたよ、はい、うん、そのもうすべてが書いてる。おー、なるほど、はい、そうそうそう、不合格日記っていう、あー、不合格体験記みたいな、なかなか予備校って出さないじゃないですか、うん、不合格体験、はい、いやもう彼はもう自分が出したいみたいな、うん、形でそういうのも含まれてる。なるほど、全く多分映ってないですけどね、白い物体、ああこれで、はい、今映ってますね。今回はその宣伝に来ちゃって、いやいやいや、まあそれも全部それぜひ買ってください、もう買ってください、お願いします。え、もうすぐ20万いきますね。そうですね、今18万5千とかで、いやけど結構渋いっすね、 YouTube は、うん、こうやっぱ波があるじゃないですか、めちゃめちゃ伸びるときはブワー伸びて、はい、正解すると。それこそ忠之さんとかってどういう感じで今後考えてるのかっていう、ね、講師増やして、あ、講師増やしますって言ったら期待でバーって増えますよ、ね、そう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 、え、オーディション受けるんですか、いや、受けるんですか英語で受けて、え、ちなみに僕聞きたかったんですよ、はい、教科でその2人とかってあるの、スタートアップみたいな、ありますよ、全然誰でも応募できますもん、ああ、じゃあ英語もそれこそ森哲さんと関さん、それは強すぎる、つらいなそれは結構日本の英語教育嘘多いんで、なんか使われてない表現山ほどあるんで、毎回ちょっともう比較なんかほぼ毎回それを言わなきゃいけないんで、こうやって習うけど違うみたいなのを毎回言わなきゃいけないんで、なんかハドベターは使わないとか、そうそうそう、使うと思ってますからね、みんなね、うん、コメント欄めっちゃありましたけどね、使うとか、こう載ってるじゃないかとか、ただ予備って言うと、予備校講師とかのことも見てるんじゃないですか、絶対見てますよ、ツイッターでなんか言われたりとか、ああ、批判も来てます、もちろん、いろいろ聞きたいです、それ、もちろん、いや、知らん人にいっぱいブロックされてました、誰みたいな、誰かがツイートにコメントするみたいな、別の講師がコメントするみたいな、それが表示されないんですよ。で、なんで表示されてないんだろうって見るとブロックされてますみたいな、誰だお前はって何人もいた、批判でどういうメッセージ来るんですか、こんなんダメみたいなとか、
ね。あえそうやっぱそういう人のプロフィールって覗いちゃいます、ね、知ってる人が結構多いだから。どういう時代からも。えじゃあ本当に1年後2年後とかもうそれこそただ呼びがスタンダードみたいな。なったらすごいと思いますね。じゃあ基礎だからやっぱ基礎やんなきゃいけないんですけど、それでもやっぱ英語の先生たちが知らない内容がいっぱい出てくるんで、自分が海外暮らしてて違うそんなのとか、そんな風に言わないとか、そんなの古いって言われたその体験談が授業に、だからハズベタのやつもそうです。全部そんなの言わないとか使わないとかって言われてできてる授業なんで、そこが多分かなり違う。教科書とかはちゃんと変わってて、その使わない表現とか全部取っ払ってるのに、なのに問題集とかが変わらないから、それが使われ続けてるから、その伝統的に受け継がれてるから、だからそういうズレが出ちゃう。近年の入試的にはそういう古い表現っていうのはもうだいぶ減ってます。だからやっぱ変な文法問題ですね、出てくるのが。で多分ネイティブチェックが全部入ってるんですよ。もうそれ見てて分かって、だから選択肢とかまあおそらく最初はこうだったけど変えてんな、ネイティブチェック入ってっていうのは見てます。まだ入ってます。あの僕が英語の先生の部屋を覗いたら、はい、もうちょうど作ってて、見ちゃダメそれでチェックが入って明らかにこれだと正解になっちゃうからとか言って一例出しちゃうから、そうだね。 Neither A nor B って習うけど、はい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 、Neither A or B って普通言うんで全然。あ、そうだね。いう表現なんだから、その OR っていう正誤問題の OR のところが AND に変えられてることがすごい多い。 Neither A or B は OK だけど、どうせ教授が作った問題ですが OR なんですよ。でもネイティブがチェックしてこれ合ってるってなるから、だからオアを消してアンドに変えてるんですよ。そういう入試まで何個も見てるんで、明らかに変えてるなって。元々引っ掛けようとしてたのと違うと。パスラボで流せばよかった。確かにパスラボの裏話聞かなきゃいけない。そうですね、ごめんなさい、僕が聞いて。じゃあ2本目に行きます、ね、パスラボ1本目ありがとうございました。唐突わかんない、わかんない、終わり方どうすればいい、終わり方どうすればいい、バイバイみたいな。あ、概要欄にパスラボのチャンネル、うん、はい、よろしくお願いします。貼らなかったりしますんで貼ってください。はい、はい、じゃあこれで1本です。そう、これ終わり方どうなってる。